リバプールに所属する日本代表ミッドフィルダー遠藤渡るに新たな試練が訪れるかもしれない。リバプールが中盤の強化を考えており、アストンビラのブラジル代表ミッドフィルダードーグラス・ルイスに興味を示しているようだ。アストンビラが売却に前向きなら獲得に動く可能性があると A メディアア、ンフィールドウォッチが報じている。リバプールが今回、 本命だったエクアドル代表、ミッドフィルダーモイセスカイセドの獲得を逃した後、シュトゥットガルトからエンドを電撃的に補強した。しかし、エンドは今季公式戦14試合に出場して1得点1アシストを記録している。ものの、ほとんどが途中出場。現地時間25日に行われたマンチェスターシティ戦では85分からのプレーだった。 中盤のアンカーは、主にアルゼンチン代表ミッドフィルダー、アレクシス・マック・アリスターが務めている。同メディアは、ある程度は成功している、と評価する一方で、依然としてリバプールは中盤の底でプレーする選手を探しているとし、ドーグラス・ルイスの獲得を検討していると報じた。ただし、4位に躍進するアストン・ビラにとって重要な選手であるため、現時点で売却される可能性は低いが、 リバプールは25歳のミッドフィルダーがビラパークを去ることになれば、その獲得に興味を示すだろう、と伝えている。